アノニマス、集団、アノニマスは、インターネット上のハクティビズム活動家が、緩やかにつながりを持った国際的なネットワークである。名目上、グループと関連しているウェブサイトにおいては、命令というよもアイデアに基づいて運用されている。非常に緩やかで、分散化された、指揮系統を持ったインターネット上の集まりと、評されている。 アノニマスはいくつかの掲示板や YouTube の利用者から発生したと申されている。掲示板では投稿する際に名前を入力しないと、名無しを意味するアノニマスと表示される。後日の映画、We Are Legion に出演したアノニマスメンバー、プロジェクトチャノロジーメンバーは、アノニマスというのは最初冗談で始まりました。サイト全体をアノニマスと言った一人の人間が作っているとしたらどうだろう と誰かが言い出したんですと証言している。日本の雑誌取材によると、ホームページをアノニマスとして作成する段階から徐々に集団意識として芽生えてくる様がレポートされている。初期の抗議活動もアークではない掲示板で話し合われることが多かった。この取材によれば、YouTube にアップされた動画の削除に対し集団アノニマスとして抗議行動をとり、 この攻撃を残念に思った人物が攻撃中止のビデオメッセージを投稿するとそれに感銘を受けた参加者アノニマスたちが平和的な抗議デモに切り替えて世界100都市7000人を超える平和的なデモ活動が行われたというこのように必ずしもアノニマスの参加者がハッカーやクラッカーのみではなく中にはクラッキング攻撃に否定的な集団もいる対してオペレーション オペレーションと呼ばれるハッキング・クラッキング行動が2010年頃から開始され、彼らは徐々に活動拠点を移していった。行動を肯定するナナップスとそれを否定するノネットと呼ばれる流行に分かれたと見る向きもある。特定のリーダーは存在していないが、その時々のブームメントの権威者が自然発生的に損する。2013年には全てのインターネットを停止させる。 オペレーショングローバルブラックアウト、アップグローブルブラックウートが予告されたが賛同が集まらず自然立ちえになったこともある。このように参加、不参加は各人の自由であり、意識として必ずしも全体として統一したものとも限らない。ラルズセックのような文化が存在し、中にはホワイトハッカーに転身する者も,もいる。活動拠点を一つアークやそれ以外の 掲示板などの様々なプラットフォームに広がったため、全体の総数は測定不能だが、アーク接続者が常時数百人程度はおり、これらのことから彼らはコアメンバーとみなされることもある。アノニマスに人数を質問すると9000人以上と答えるジョークが存在する。ただしこれはパロディとされている。実際の全体総数では、数千人規模とも言われ様々な地域や、 文化圏の人々が含まれていることが推測されるため、相互に異なる意見を内包しており、自然発生的にさな、無数のグループが存在しているといいようは、推測している。また誰もがアノニマスを自称することが可能であり、アノニマスを自称しているに過ぎないハッカーや、クラッカーも、相当数存在する可能を考慮に入れれば、正確な定義が困難な集団であるとも言える。 主に抗議行動、リードス攻撃、クラッキングを用いて、ハクティビズムに基づく政治を行う集団、またはそうした一連の活動を指す、インターネットミームとも言える。また、アノニマスという単語は、匿名のという意味の形容詞である。P2P P 規制、各国政府によるウィキリークスやアラブ騒乱に対する抑圧など、 彼らが自由に対する脅威であるとみなした者に対する大規模な攻撃を突発的に行ってきたが、アノニマスを有名にしたのは2008年におけるサイエントロジー公式ウェブサイトへの d d ード攻撃である。関連ウィキサイトやその他の多数のインターネットフォーラムがアノニマスに関係しているという説も存在している。我々はアノニマス。大群。許さない。忘れない。 待っていろ。お標語として掲げる。アノニマスとは、匿名のという意味を持つ形容詞である。語源は、ギリシャ語、アノーヌモス、ええ、つまり、名前のないから来ている。インターネットにおいては、掲示板に画像やコメントを投稿する際に名前を伏せるとき、匿名に使用されている。この共有人格的な意味での使われ方のアノニマスは、匿名画像掲示板が発祥である。 この掲示板では、なお名乗らずコンテンツを投稿する人、ナシさんなどのようにに対して、アノニマスというタグが付けられる。しかし、掲示板において、アノニマスという言葉は、次第に、本物の人間を表すようになっていった。四ちゃんが流行するに従って、アノニマスイコール名もなき個人の集団という、考え方は一種のインターットミームとして、定着していった。つまり、アノニマスは広く、 名付けられていない集団を示している。その定義では簡単に一くくじにできないということが強調され、その量の大きさを示す傾向で示される。インターネット規制に抗議する形で、オーストラリア政府にサイバー攻撃とデモなどの合法的な抗議活動を行っている。アノニマスはこれをオペレーションティツストロムと呼んでいる。詳細は2010年2月。 オーストラリアサイバー攻撃の項目参照。2010年から2011年にかけて起こっていたアラブ世界での反政府デモや騒乱、アラブの春に関連してアノニマスも活動を行っていることを示す報道が見受けられる。チュニジアでのウィキリークス情報の検閲と2010年から2011年にかけてチュニジアで起こったジャスミン革命における 情報統制に関連して、八つの政府のウェブサイトが、アノニマスのドス撃のターゲットとなった。アノニマスは、自らの作戦を、チュニジア作戦、都市、政府の規制に対する避難声明を記した、公開書館の形のウェブページで、チュニジア政府のサイトを書き換えた。2011年1月26日、オペレーションエジプト、エジプト作戦と名付けられた。 プレスリリースが公開され、エジプト政府は、検閲を行い人々の言論や宗教の自由が抑圧されていると非難した。そして、エジプトの人々に対して、発言の自由や情報発信の権利を守るために、現実世界とインターネットの両方の世界において、共に立ち上がろうと呼びかけた。2月初頭、アノニマスは、反政府活動を行う人々の支援を受け、 エジプト情報省トム・バーダク大統領のウェブサイトを攻撃しオフライン化させた。2011年10月6日、アノニマスのメンバーを名乗る者がメキシコの麻薬組織セタスにさらわれた仲間を助けるためセタスに協力している人物の情報を公開すると YouTube 上にアップロードしたが出を出した。これにより同年11月4日に仲間は解放された。2012年 6月20日に日本で可決された違法ダウンロードの刑事罰化に対する抗議活動を行うことを6月23日に宣言、ベートーブ標準時25日、日本標準時26日午前2時頃にツイッターでも宣言されたた、一部25日との報道あるが実際は23日、26日に財務省、自民党、 民主党などの公式ウェブサイトを翌27日夜には日本音楽著作権協会ジャスラック公式ウェブサイトをサーバダウンさせていい。今後日本国政府と日本レコード協会に対する攻撃をほのめかしており、日本の警視庁は不正アクセス禁止法違反の容疑で本格的な捜査に乗り出すことを発表した。その一方、 国土交通省霞ヶ浦河川事務所を攻撃、大い原発再稼働反対を訴える画像などを掲載したものの、日本のネットユーザーから、霞ヶ関を、霞ヶ浦、霞ヶ浦と間違えているのではと指摘され、アノニマス側は、やっぱり、日本語は、難しいとツイッターで述べている。2013年、朝鮮民主主義人民共和国当局に対し、人工衛星、 光明星3号に後期打ち上げを弾道ミサイル発射実験であるとして、また2012年の米国の核実験や、米韓合同軍事演習、キーリゾルブ、ホールイーグルに対抗する一連の措置を取ったことについて核実験を行ったとして一方的な抗議活動を行い、関係の複数サイトを攻撃。サイト、我が民族同士をハッキングした問題で、 サイトに関する情報などを公開した。2015年2月8日、中国メディア、法配信文網は、アノニマスが過激派組織アイスセルへ、宣戦復刻したと伝えた。アイスセルは、あらゆる SNS やインターネットを巧妙に利用し、世界中から参加者や賛同者を募っており、プロパガンダの重要なツールとしている。アノニマスは、こうしたアイスセルの態度に対し、我々は、 お前たちを追いかけ、アカウント、電子メール、個人情報の全てを暴く。お前らはウイルスで、我々は治療者だと宣言し、数日間でアイスセルに関する、Facebook や Twitter のアカウント数百件を削除、したとた上で、世界中のハッカーに対し、ネット上のアイスセルのプロパガンダに対抗するよう、呼びかけた。一方でアイスセルのアカウントを削除することで彼らの、 動きがつかみにくくなるマイナス面を指摘する声もる。2015年11月17日、イズ、フランス州名義でパリ同時多発テロ事件の犯行声明を出したことを受けて大規模なサイバー攻撃を仕掛けると予告する動画を YouTube にて公開した。カナダの15歳の少女がネットいじめによって自殺したことを受け、アノニマスは いじめの主犯格とされる男の名前と住所をネット上に公開した。2015年11月5日、クークラックスクランの支持者とする約1000人の名前を公表した。ハッキングではなく、専門家への取材とデジタル情報やソーシャルエンジニアリングを使ったとしていい。アノニマスを映画化したものに、VR レジオン、The Story of the h a c k a b s s が存在する。 ベールマナントメディア社2012年制作93分続くドキュメンタリー映画作品で関連ニュース番組元アノニマス逮捕者及びその家族含む現アノニマスアノニマスを研究している大学教授関係が深いマスコミ記者などの専門家やアノニマスに攻撃されたセキュリティ会社元社長など複数のインタビュー取材を集積したもので アノニマスの真相に迫る作品として、日本では NHK が2013年月5日に、放題、アノニマス、ハッカーたちの生態として放送した。現在、日本語字幕を付け短く編集された、編集版が用つべにアップロードされ公開されている。LA ダウンタウン映画祭最,最優秀、ドキュメンタリー賞他複数の受賞が、公式 HP 上にて確認できる。公式サイトには、 私たちは多数あるハクティビストの物語つまり続編の制作を発表している。2014年4月、ブラッド・ピットが所有する映画制作会社プランビーエンターテインメントはアノニマスの逮捕者、デリック・ラ・スタッター、デリクロ・スタッター及び彼が暴いた事件の映画化権利を獲得し、とハリウッド系メディアとイタリアメディアは報じている。 実際の制作スケジュールやキャストあるいは題名、公開予定日などは不明。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。